やった、見える？今日もまた一から始めていくから。待ってますなの。始まってねえじゃん。あ、来てね。起きた。ちょっとタケノコの里食う。タケノコの里食わないとやっていけない。あ、来たけ。ねえが。やっていくよ。行くからね、また今日も。昨日さ、やったらほら、前回のパート1より違うなんかストーリーがあったからさ、もう一回やっていかなきゃいけないから。見たいでしょ？まあまあ、ちょっと見ようかじゃあ。見ようか。今回ちょっとちゃんとやるから、チュートリアルいる？チュートリアルじゃない。いやな、もう見飽きた。もうこんだけパート1何回やるんだっていうね。あれも疲れてしまう。全ては未来の思い出。何回言うんだよ、こうして。仕方ないよね。仕方ない。うん。昨日この里うまいね。いや、買っといてよかったよ、昨日。ワコッツとか、どういうこと？まあ、こんな素晴らしいやんちゃんみたいな話が起こった。やばい。まあ、こんなに素晴らしい、つまらない動画。何時間放送だこれは。これ今回1時間ごとに区切っていこうかなと思っててさ、はい、1時間ね。ちょっとあの経過時間1時間近くなったら教えてくんね。あー、経過時間ね。あー、これ全てね、もう真の王なんだけど、主人公だと思うんだけど、何回も言うけど主人公ってくれよ。ハンドルに乗ってて、いや俺これラスボス、いやラスボス倒すために頑張ってんだよ。あの炎避けてきゃ勝てるだろ。食らわなきゃいいんだよ、食らわなきゃ。わかるか。いや離れてればあの炎食らわないんじゃないの。わーってやつ離れていくのか。え、こっちこっちめっちゃあるんだよ。イグニスライトな。それはおかしいんじゃないかな。仲間にライトいたっけ。おい、今回はまあうまくいくよ。ちゃんとどうあの進むところにちゃんと進んでいくからさ。旅の皇帝と日取りは了承した。あ、PVQ のこのノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。ここまで見飽きたな、もうしゃあないよね。はい、一からちゃんとね、終わった後取っていきたいでしょ。なんか、してた、ノクティス王子。なんとかは命じる。いや、まあ、しゃあない。まあ、王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。もう4回ぐらい見てるから。何回も階段を迎えに来てな。この後 R2 で車運ぶシーンが待ってるから。待ってるから長いんだよね。いろいろと言い忘れてる。皇帝しばっかだろ。大事な友人たち。あの後見たいんだけど俺。なんで今こんな買ってからもう1ヶ月で経ちそうなってんだよ。まだ序盤かよ。どうかよろしくと。お任せください。必ず無事に王子を1ヶ月ぐらい何もつないから。
僕もです。行くぞ。コールが来るまで待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも。未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか。でもね、途中で本当にあの。途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。あれ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。そんな簡単に帰らないし、本当にはご安心も。こんなに素晴らしい組まない動画であってる。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。本当につまらない動画を増やし続けるっていう俺の。もう本当にいらないぐらい FF15 なんかやってるからね。ああ、枠取りをつって、あ、すいません、本当に。え、いや、枠取り？もう俺本当に初心者で何もわからない初心者なんですよ。すいません、ミラージュさん。ちょっとわからないです。明るそうだね、LED。明るそう。明るそうって。いや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 、始まったね今日も。じゃあ旅立ちから、これ枠取ってるの？このじゃあ俺邪魔じゃね、完全に。あーゲーム音でかくてマイクの音が小さいから大きくした方がいいですよって。あーありがとうございます。マイク音、マイク音ちょっと大きくするね、これ。ゲームの音量下げればいいんじゃないか。ゲームの音量ね、うん、ちょっとね、ゲーム設定で、ゲーム設定で、ああ、うん、オプション BGM を小さくした方がいい。どこで設定変えるの。じゃあゲームの中でオプション入ればいい。ゲームの中の、FF の中のオプションで変えるみたいな、わかんないけど。おお。そっか、初心者の俺には何にもわからない。すいません、なんか、ありがとうございます。確か。いや、優しそうだね。優しそうだね。完全に動画流すことしか、もう目的がもう動画を撮るだけの目的になってて、放送する人ないんだけど本当は。すいません。としか言いようないよね。うん、またこの動画を再生していこう。ダメだな。こいつが外の厳しさが。マイク音だって下げるんだろうな、でも本当に。仕方ないさ。前俺もそれ見て思ったんだよ。さて、また押していくしかねえな。はあ、俺も喉乾いて死にそう。おい起きろ。あれ動画止まっちゃうのかな。あ動画が止まっちゃってさ。車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。いや止まんないかも。ちょっとあ、これか。これで、帰れるかな。どこだマイク音。無理かな、これだと。サウンド設定。これかな。無理かな。ボイスってこれだよね。ここら辺来ると俺わかんねえな。とはちょっと猫くん分かるって俺信じてる。ちょっと調べといて猫くん。あ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。マスターボリュームオプションのサウンドで、マスターボリュームこれですね。ありがとうございます。どう下げればいいんだこれ。どのぐらい、このぐらい、ちょっと
これこんな感じでちょっと下げていくから、ちょっと白くも教えて、いやいやないよ、猫くんも教えて。本当ないわ。ないよな。ノクティス王子。調子に乗りすぎたな。だしょうがないでしょ。わかんない。なんと成績の悪い。頼むよ頼む。あんな。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。ちょうどよかったら押して。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプト、まあ、話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エゴに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー手痛い。酒が美味しい。おい手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話し中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。進めていくんで。なあ、かなりね。今日はあのどこら辺まで行く？世界地図で見りゃな。前回の巨人を倒すところまで頑張りたいよ。うん。前回がひどすぎるからな。世界広いわ。実感できるな。この実感やでしょう。お前ら押してるか？押してるよ。押してる。もう近いはずだが。放送が。スタンドバイミー、スタンドバイミー。ん？レゴくんちょっと説明をお願いします。俺ちょっとプレホール慣れて。おーい、待ってたよ。どこにわかんないから、機械音痴だから。どれが王子？お、はじめまして王子、結婚おめでとう。スタンドバイミー。いや、まだだ。前回実況してたでしょ。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。いや、なんかこういうことしてたから。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。いや、わかんないの。なんでシドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのだ。あー、流れてなかった。そいつ繊細なんだぞ。あー、あの音楽流れてない。スタンドバイミーっていう、あの、音楽、あの、ノクティス王子か。流れてない。あ、そうだね、確か。そうね、親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。さて、しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。あー、プロいいですね。って言ってもプロは持ってないかな。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。こんなに変わるんだ。なんかプロにしとけばよかったから、もしかして失敗したから。よし、お金高く払って自由行動だ。失敗しない。好みの品を選んでくれ。あー、いらない。これはノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。わかんないから、もうこっちに話しかけることは。シドニーに相談しようと思う。いや、シドニーに話して。まさかの一文なしか。とにかくサソリ大臣に行かなきゃいけない。そうなる。前回のだよ、整備代にしちゃったか。
早くたどり着きたい。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？ここら辺のストーリーも何回も見たからもういい。こうすると経験値もらえるんだよ。金がなくて困ってる。稼げる仕事はねえか。なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。全部選択肢。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。まあ、ここら辺がこれだけじゃない。場所はこの辺だよ。あれあれ経験値もらえなかったっけ。あれ期待されてんな。いいとこ見せようぜ王子。 AP ああそれは覚えてる。これはこれがいい。多分動画そっち遅れてるんだよね確実にね。全然遅れてるよ。うんだよね。全然違うでしょ場所でしょ。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。プロでもは内緒。これ前金ね。いや、 やりたいね。それだけあれば泊まれるでしょ。モンハンワールド。よし行こう。サソリ退治にちょっと行かないと。そろそろ行くか。エガネス、もう行くぞ。すぐ行く。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。シフト使うと、シフトで剣大使。どこ行くこれ。行ける。ノクト、武器紹介できんだろ。敵に合わせて使え。あ、いや、ガード崩せる。すまない。だから、そこら辺覚えてる。ガード崩してくれ。手早くすまない。戦い慣れてきた。攻撃あるってすごい。まあ、さっきの場所で買うんだった。ブロット本当に人数だよ。シーゾー何の話だよ。次の地点に向かう。いや、シフトあるよ、シフト。あ、シフトある。いや、おかしい。なんでジェイソン行ったんだよ。ジェイソンは狂ってるわ。頑張っていこう。で、ね、確かね、ここら辺でね、結局ね、あのサソリ3体と3箇所あったんや。うん、そうね。どうやろうな。もう一回寝かってるやん。あ、うん、そうだね。でもあんま実況って実況じゃないからね、これ。どっちかというと、限定公開を選んだ方が良かったって思う。でもそのやり方が分からん。全て分からない。準備ができてない。次はこいつらだね。ガナ行こう。マーリーやるね。イグニスかっこいい。下手くそすぎて何も言えない。それ痛い。リンチ受けてる。仕方ないだろ。頑張ってこうぜ。行くよ。はいよ。いやでも今日ではあの場所はもうコスパできるでしょ。終わり。ダメでしょ。それひどい裏切りだわ。裏切りやめよ。その調子だノクト。あ、やったね。あと1カ所。いや裏切りは良くないわ。さっさと行くぞ。もう何回見たもん。しゃあねえよ。飽きたわ俺。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、あのね、ガーディナとサンバに向かう。見なくなると思う。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式。裏切りはうまいかい？そっか、車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。どうしたいきなり。裏切れたよ。いや、もう俺、この裏切り者ってなるから。いやね、なんかキャンプあったんだよ。見てないでしょ、昨日。絶対ここで見てないよ、キャンプのね。こっちにもモンスターいるじゃん。あの、赤いやつが敵に近づいたら。いや、俺だけ行くことないでしょ。楽しいね。ずっとブレイクやってるよ。これが、ロクト、シフトブレイクして敵のガードを崩せ。ロクト、ボール使いすぎて捕まるんじゃねえぞ。
ただ、やっぱり一番の弱点が。よし、手あったな。とどめだ。いいバスね。バイトできたね。タクト、うまいことやるじゃねえか。これで満足だ。とどめだ。よし、終わったな。しゃあないろ。あれ。はい、電話来た。何くらい向かってくれって言われるから。はい。シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。うん、この辺の小屋。黒の集団だね、今。見てみる。黒ずくめの男、黒ずくめだ。ラックスもさ、クラウドもさ、言われてみればそうだ。シドニーから何だって？デイブってやつを探してる。いやいや黒だね完全に。あ？すぐ近くの小屋にいるらしい。今思ったらそうだ。黒ずくめだった全員。黒ずくめの集団じゃないか。いやでもここまで来るのに21分って結構早い方じゃね？若干遅い？これまだ21分じゃないよ。1分遅れてるのね。あ1分遅れてんのか。手紙？まあ、結構1分の反響大きいね反響って感動。ノクト！こいつで！なんで俺言ってること何なんだ大丈夫助かったぜ気をつけろ来るぞ回復で聞いてらん容赦しねえぞ調子に乗りすぎんなよお前もさっやっくりやっくりほら！大したもんだぜ。ほら！無駄だ！なんか今回うまくなってきた気がする。俺少し。やっぱダメージまだ食らうけど。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。どこ？あれね。最初からそっち行こうよ。このダミー使わないでさ。で、まあいいや。今回経験近すぎで行こう。どうせレベルアップしなきゃいけないんだからさ、今回急ぎで行くから俺、その場合レベルアップしつつ今回頑張るよ、ね、本当に。あーここシフトすると結構いいんだったな。いや待ってくれ。いや待ってくれ。提案がある。よかよかよか。いつも小屋から出た子にじゃねえ。なんだあいつ。東鉄というモンスターだ。ああ、もうあれか。ああ、もうバスあの鋭い牙を獲物に突き立て、巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的な関わりだっけ。エグルス、どう？ああ頼んだプロット。おりゃいい感じだ。当然当たれ。それ状況は心配する。よし、臨機応変にな。休憩させるやつ。それまでにほら前回言ったらそうなんだ。えっ、よっ、そんな早いよ意外と。いや、調子いいじゃねえか。まあね。いや、もう上手くなってきたよ、俺なんか前より。パパパパ。そこに誰かいるのか。前回上手かった。何やるの？何やるの？あんた、ハンターのデイブか。どんどんレベルは上がってきてる。探したぜ。おい、大丈夫か？なかなか調子いいと思う。俺も探しに来たのか。スタミナ、ちょっと足を見えないけど、多分走ってるとあるね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。この人からの選択肢はもうまだ一匹残ってる。3回目になるんだけど。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそう。あ、ごめん、まあそうだったね。頼めるか。遅れてんの忘れるわ。いや、俺は今回仲間に任せてみようかな。放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。恩に切る。じゃあ、やつの居場所を詳しく教えよう。強いでっかいモンスター倒しに行く。ノクト、
人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。気持ち悪いな。敵って。どういうこと？一旦休憩して体勢を整えよう。あ、1分間の前のやつ？1分前で。まあ。よし。近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろう。俺彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。トレーニングしてんの？基本のタイム、基本のタイム。ズ。あ。はい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 。ちょっと慣れて。で。はい。仲間割れ？それに変えるわ。うわあ、これはすごいな。勝ちたいな。うん？いや、トレーニングしてるんだけどさ、今。トレーニングしてんの？うん。いや、やめよう。うん、勝ちたかったな。完全にまあキャンプして。だから次は。今日はここまでだな。一旦レベル上がったと思うから。よし、テント張るぞ。グラディオラスだっけ？またグラディオラス。ずっと戦っていくっていう。この人にちょっと修行してもらう。シャッもう息で殴られてる。そう、辛い。あんなにね、グラディオラスにずっとね、トレーニングしてたんで。さて、行こうか。トレーニングしてる。トレーニングしてるよ。ああ、この1分間のズレをどうにかして調整したいよ。しょうがない。じゃないが、やっぱり。最初に画面共有できればいいけどね。ああ、それはわかる。一番俺はあれなんだけど思うんだけどさ、この動画の配信をさ限定公開にしたいんだよ、本当は。いいじゃねえか。どうやってやるのかがわからないから、ちょっとそっち調べてからやった方がいいかもね。公開する必要が。パート2からそうすればいいよ。パート2からちょっと見てみようか。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね。レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、
壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。動画を残しておきたいっていう。さて、310メートルほどありますが、いやー、相手損して、はあ、俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり昼寝もできねえし。あー、でもあれだね、足で終わりじゃん。PS プラス買った？いや、俺も買えるよ。買えるの？買えるよ。まだ余ってる、800ぐらいある。あ、そう？500円だっけ？見て！1ヶ月月初めにね、デュアルホーン。デイブの言う通り、編集のようだ。すごい、いいね。放っておくわけにはいかなそうだ。無駄がないって言うと思うけど、損がないね。なんか毎回1ヶ月1日1日経ったら更新されます。なーになに、やつはだいぶ気性が荒そう。そう、なんかぼんやりしてない。来るぞ。うわー、よし、やった。おー、やった、すげー。なんかごっついたみたい、今持ったらすげーごっついたっぽい。まだだ。うわー、さあ、こっからだぜ。うわー、ねえ、電話。頑張ってこう。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。分かった。工場まで。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？ 1キロぐらいだな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。いや、でももうこれ、ほら、昨日もここだから、もうやだ。頼むぜ。もうやめたじゃん。俺も運転席は窮屈だ。今回はここからまだ進めるから。無料でもね、ラストボスまでちゃんと倒すから。出て。え、今日じゃ無理だよ、さすがに。やってって最後まで倒すから。途中で投げないから。このゲーム、このゲームは投げないって決めたんだよね。数々のゲームをやりもせずに投げてきたからさ、本当にさ、今回はもう悔いなく最後までやるから。ゲーム全部売ってこようかな、本当に。いらんよ。いらないっていうか、やる時間がない。一つのゲーム。シドニー待ってるかな。レガリアのそろそろ整備が終わった。
うなんだ。うわ、ちょっとこんな倒すことなんだろうね、きっと。うわ、やっぱでっか。あれ、生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。シャイ、はい、サイ、さっきのやつ、ブラッドホーン、サイには見えないけどな。よし、長い。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。イグニス、店行く？そうだな。買い出しもしておくか。確かに。待たせたね。ほら、綺麗になったでしょ。こっちでも声出てるんだ。こりゃもう汚せねえわ。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？でも仲間よな。はいはい、やります。元気いいな。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。一分のラグ痛いな。話噛み合わないね。話噛み合わないね。そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。共有できれば一番いいんだけどね。行くぞ。行こうか。車までも行けないだろうな。全然違う場所にいるだろうな。走ってるだろうな。まだ走ってる。絶対走ってるだろうな。長い。まだ走ってる。もう車乗ってんの？もうドックに乗ってるよ。ハンマーヘッド。いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったら道路以外の場所もう行けないよね。ああ、マニュアルソファーだと好きに行きゃいいだろう。終わる前でも、その後でもよ。やばい、逆走してた。シドニーもだいぶ腕がいいらしい。ゲームで事故るとこあった。彼女に会いたいのか。じゃ、そん時はレガリア貸してやる。おお。あ、いや、待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺、車考える。あれだな、もっといい方法ないかな。もうなんて言うんだろうな、 SF の世界が外国だから、外国
そうなんでしょ、多分これ。だって日本の道じゃないよ、これ。多分。なんか道路感覚失いそうだ、本当に。現実で。よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまでは、しばらく俺に運転させてくれ。外国の道だから。よし。ずーと天使と話す。ずー天使と話す。どういうこと？行けっかな。ジャンプがいけないんか。このゲーム意外と。すでに。うん、ありがとう。あ、アンブラ。届け物か、ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？全然まだ運転しない。ちょっと待ってな。まだ運転しないの？まだ運転してる。いや、もう諦めようかな。話噛み合わないな、もう諦めよう。花だ。この間、冠を作ったお花です。あー、これ覚えてる。隣国のジールの花って言っても分かんねえな。あの、分かんねえ、これから願いよ。お帰りになる時、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。本当に？高いでしょ。なんか300ぐらいだって書いたけど、雨の日と冬の日なんかすごい不便らしいけど、冬ってか雪。それはしまえばいいんだもん。まああまりにも動画が遅れすぎてて、いいぞ、ネタバレになってしまって。気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？どうなのこれ。だよね。どうなの？やってみて。いや、狂ってるでしょ。いきなり俺の車なくせってるようなもんじゃん。事故るでしょ、普通に。事故ってどうなの？普通に終わるでしょ、このゲーム。食らうんじゃん。だから弁償してくれって言って、貧乏からさらに貧乏に取れんねん。マニュアルドライブしたいね。マニュアルで行きたいね。マニュアルできないらしい。オードドライブか。で、俺今どこ向かえばいいんだ。クエスト目的地で向かう。いや、違う。ああ、街とクエスト分かれてんのかな、このゲーム。ん？今どこ向かえばいいんだ？走っていけばいいのこれ。いや、2キロって書いてるし絶対ないよな。いや、ない。ん？今俺どこ向かえばいいの？地図から。ああ、封鎖状況。たぶん今、歩いてきた場所だよ。歩いてきたってか、道乗りに来た場所だよな。ん？わかんない、マジで迷った。あ、いや、適当に行って。準備はできているか？あった、待って、今あった。よし、行くか。ん？ちょっと待って。うわ、やられた。うわ。イグニス、止めてくれ。分かった。やめよ、やめよ。死じゃない。気分転換にはなるな。うん、そう、やめよ。場所間違えてる。パーキングポイントでね、こっち。出発しよう。よろしく。あったこれ。だいぶ違ったよ。なんかいい方法ないかな。
様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり大変嬉しく思っています。ネタバレしないように。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を祈りを捧げていきます。ルナスレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で。ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。ああ、え、ウド何それ、テレビ。あ、そうだね、日本人だと。そうだね、外国、外国です、絶対外国の方だし、運転席も。FF の世界地球のこと。いやでもほら、あの今回のなんか FF15 15分は海見えた。マジだ。これ地球のあれじゃないかな。泳ぎたくなるな。おっしゃ、地球じゃないの。すげえ変な。山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ。あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。外国船に乗るらしいよ。あ、これガリアス。回復系のアイテム。いやいや、嫌だよ、絶対してないからね、俺でガリアス。意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。いいね。頑張っていこう。ちょっと逆に一般乗用車を乗ってみたいな、レガリアじゃなくて。いけないのこれ。あ、そういうこと。これで船に乗るの。はいはい、エリクソン。あ、飛び込むもいいね。分かった、よし。うん、あ、燃料補給の式の後はオートにお連れするの。ルナフレーナ様、10ギル安い。こまめに行かないと。僕にそう、安いね。ガスケットだったら終わりだからね、このゲーム。え、満タンで10ギル？満タンで10ギル。よし。おお。しっかしろ。ガスケット満タンになります。分かんない。あね、実際のとこどうなし。いや、違う、あれだ。今、あんま入ってなかったから。あ、いっぱい入ったから。ごまかした。嬉しくないわけないよな。変わる。いらっしゃいませ。よし。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。楽しみ。またお越しくださいませ。装備欲しいませ。うわ、チョコボ乗り物かな。え、なんかチョコボ乗り物なんか見せあったんですよ。いや、チョコボ乗ってく。なんかこのゲームのレビューにはちょっとあれだったけど、チョコボ線乗ってく。え、いや、チョコボ乗るの。乗ろうかなって、チョコボ。雰囲気すっごくいい。風が気持ちいい。海って思った以上に悪くはないかもな。そうか、お前あんま海知らねえんだよな。すげえな、明日すげえ綺麗。夢のリゾート地に来た気分だな。幻想的だ、こんな場所があったら。ガーディナにようこそ。よし。残念なお知らせです。はあ、え、船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた、
待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで出ねえよ。それお小遣いは。おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見ていた。ようこそお越しくださいました。お、まだ飯食えるかな。本日はどちらをご用意いたしますか。倒してくれればありがたいけど。倒せないね。レベルがちょっと、うん。いやだってあいつのレベル全部10レベル以上なんだ。なんで？そう。レベル上げてもいいの？いや行ってくる、あえて。格上対格上挑戦。いいだろう。こいつ強いらしいわよ。怪我だけしないようにね。ここよかった。うん、うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。どうに進めつつクエストやっていく。長くなりそうなの。あと8分。あと8分で終わる。あと8分でしょ。うん。ひでえ。結構ひでえ。あの光景ひどいな。いや、船行ってないかな、実は。ほぼ？うん、もうちょっと実は裏切ってるか、船。最後あと8分でちょっとクエスト2方にちょっと見てみたいな。船やめて1回1回でこっち来たんだよ、一人進めないで。レベル上げを目的と。にしても長いな。なんでこんな走んなきゃいけないんだ。走る要素がひどい。クエスト8分でよかったかな、本当に。完全に行くか、グラディオ行くぞ。いいな。ちょっと10レベルの風が気持ちいいね。そうだな。来た、行き。みんな、多分大丈夫。うおー、一発で半分持ってかれた。大ヒー。いや、食らわないな、無理だ、無理勝てない、勝てない。ヒロシ？ちっとまずいな。結構やばいかも。いや、無理だ、無理だ、レベル無理、レベル的に無理。諦めます、撤退です。なんだよ、ここまで走ってきたのに無駄だったよ。いや、疲れた。オルカ手帳4。
ちょっと今、うん、言ってたけど、ちょっとなんか、ちょっと遅れてるから多分見えないと思うんだよね。どこにいるのか分かんない、こっち。一回ここでセーブする。ほら、一回やめる。やめる？うん、やめる、ここで。ここで一回。まだ火高いぜ。まあいいんじゃね、まあ、序盤だけどね、かなり。うん。うん、まあ、まあ前回よりは積んだんじゃない？一時間かけて、まあ全然積まなかったから。それでいいじゃん。それいいね。なんかこれ切るよ。まずこれで、限定公開のやり方見に行って。そうだね、そっちの方がいいね。うん。見てるだけで眠たくなってくるわ、やっぱり。え？見てるだけでやっぱり眠たくなってくるわ。まあ、だろうね。喋らないってね。あー、寝て。一旦休憩って寝るんで。休めないで寝るんで寝るんで寝るんで。10分？いいじゃねえか。写真撮ってるな、結構。もう来たの？お、いい感じに撮れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。うん、いい朝だな。そこいいよね、あ、幻想できない。幻想までやるの。いや、あの左のなんかさ、建物じゃないけど、岩みたいな幻想的じゃん。これない？その海の近くの左側の辺に岩みたいな。子供たち海で遊んでる。一体どこだろう。